社会的企業と社会的企業家を。名前は似ていますが、中身は全く異なります。今回はその違いについてご紹介します。社会的企業について、世界統一の基準は存在しません。関税法がある国もありますが、各国で定義もバラバラです。しかし、大きくまとめると、慈善活動の考えが基本であり、事業で利益が出た場合も、社会的に弱い立場の人たち、障害者や長期失業者などの生活改善活動などに充てられます。一方で、社会的企業家は資本主義の考えが基本で、事業によって利益を得るのが目的です。社会的なことは付加価値にしか過ぎません。何が社会的であるかの定義はありません。以上、今回は社会的企業と社会的企業家の違いをご紹介しました。